新川ゆあ。1993年12月28日生まれ。出身地、埼玉県。身長166センチ。血液型、O 型。新川ゆあさんは、日本の女優です。9歳年上のロケバス運転手と結婚した新川さん。ロケバスきっかけに始まったロマンスということで、世間では、ロケバス婚、と言われ、もてはやされました。出会いは今から8年前で、新川さんが17歳の時。彼女が22歳になると、少しずつ彼への印象が変わる。何度も仕事現場で会う彼の姿を目で追っていると、荷物を率先して運んだり、どんな立場の人にも分け隔てなく接したり、どんな時も優しく振る舞う彼を見て、なんか素敵な人だな、と、自然に惹かれていったという。彼女は連絡先を知りたい気持ちになり、ある作戦を思い立つ。撮影終了後、私、ロケバスに忘れ物したみたいで、と、あるスタッフに伝える。運転手に電話をしようとするスタッフを制止し、他の人にあんまり知られたくないものなので、ドライバーさんに直接連絡したいんで、連絡先教えてもらってもいいですか、と、疑われることなく連絡先を聞き出してしまう。まんまと連絡先を手にした彼女。早速、嘘の忘れ物をメールすることにした。彼は半信半疑になりながらも、バスを隅々までチェック。しかし忘れ物などあるわけもなく、謝罪のメールを彼女に送った。彼女は、電話で、連絡先を知りたくて嘘をついたことを正直に打ち明ける。この告白から2ヶ月後、彼女からの積極的なアプローチもあって、二人は付き合うこととなったそうです。そんな、彼女のハートを射止めた運転手さんが羨ましいですね。